影なき男の影より、マーナ・ロイはアメリカ合衆国の女優。両妻健母な女性役を得意とした。本名はマーナ・アデル・ウィリアムズ。モンタナ州、レーダースバーグ生まれ。父方はウェールズ系、母親はスウェーデン及びスコットランド系。衆議会の議員も務めた牧場主の娘で、1912年に州とヘレナに移る。 ケレナ出身の俳優ゲイリー・クーパーと幼い頃に遊んだことがあるという。1918年に父がインフルエンザにより急性したのがきっかけで母と共にロサンゼルス近郊に移住。それまでロサンゼルスの寄宿生女学校に学んでいたが公立のベニスハイスクールに転じた。ちなみに同校の庭に建てられた彫像は在学中に彼女がモデルとして選ばれたものであり。 今でも皇帝の跡地に彫像は残っているが、現在は鉄柵で囲まれている。卒業後は少女時代から習っていたダンスの特技を活かし、ダンス教師として自活。1923年、グローマンズチャイニーズシアターのダンシングチームに参加し、中華井のアトラクションで踊っていたところを写真家のヘンリー・ワックスマンが撮影し、それを見たルドルフ・バレンティノが、 映画に起用しようとテストを受けさせたが、デビューは実現しなかったものの、ベンハーに、早くとしての出演を経て、1925年に、美人帝国でデビュー。しかし別の文献によると、ダグラス・フェアワンクス主演の、バグダッドの盗賊上映のアトラクションとしてで、踊っていたところをスカウトされたという説もある。ワーナー・ブラザースと契約し、芸名も、ガートルード・スタインの死をヒントに、 マーナロイとした。1928年のクリムゾンシティで中国女性を演じてからは、サイレント期は60本に余りの作品でエキゾチックな洋服役が専門であったが、1931年、人類の戦士で真面目な役を与えられてからは、心の優しい女性役が多くなる。フォックス社に1年間在籍した後、1933年に、 メトロゴールドウィン・メイヤー社と契約してからは、アービング・タルバーグに認められて、1932年の男の世界や1936年の巨星、ジークフェールドをはじめ、次々と話題作に出演し、人気が頂点に達した。特に1934年から始まる影なき男シリーズは、ウィリアム・パウエルとの名探偵コンビが大評判となり、一時代を築いた。 二人は、その後、影なき男シリーズ六本を含む十二本で共演。実生活でも恋仲であることを噂されたが、実際には二人の間には何もなかったという。戦後は1946年の、我らの生涯の最良の年のフレドリック・マーチ・フンする、機関兵の妻役で人気が、最年、1950年の、一ダースなら安くなるに、出演した後、次第に、 脇役に回るも、その後も、ハリウッドの大御所女優の一人として活躍した。1950年代末から舞台へと進出。裸足で散歩のシカゴ公演では、サラ・シドンズ賞を受賞した。1973年には、ブロードウェイにもデビューを果たす。結婚歴は4度。戦中は赤十字活動。戦後は、反、マッカシーズムを表明。ユネスコ夫人代表を務めたり。 民主党の大統領候補を応援するなど政治への関心も強く、また社会への献身的な活動も評価されている。1990年に故郷ヘレナに劇場ザ・マーナロイセンターがオープンする。1991年には第63回アカデミー賞で名誉賞を受賞した。1993年12月14日乳がんで死去。88歳。 ありがとうございます。